掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあまぬこさん第280回記念放送おめでとう、はい、でとう。まあ10回ごとに来るからね、5回ごと来るからね、はい、記念放送で、はい、ということで優勝パレード見た？優勝パレード見てないです。見てないですか、うん、そらそうやね、お仕事やもんね。お仕事かどうか知りませんけどね、まあ、まあ祭日でしたけどね。祭日にまみこさんはお仕事をなさってるわけですか、たまたまですか、たまたま、まあなんでしょう ね、まあまあいいんですね。祝日にイベントごとをするのは、うん、まあね、うん、どう言ったらいいかな、人を動員するにはまあまあ普通ですもんな、ね、土日祝とかね、大何月曜日とか、最近祝日増えましたもん ね、まあ、僕は体育の日は10月10日、はい、成人の日は1月15日のがありがたいんですけどね、うん、まあまあそれはしゃあない、国の掟じゃない、うん、法律で決まったわけで ね、ということで逆に、アッキーさんはどうだったのか、東京ミュージシャンはどうだったのか問題です、ね、行かれたんですか、御堂筋パレード。少なくともそのサムネがある時点でね、うん、まあそれはね、よぞさんが撮った写真あげるわけにいかないですから ね、テレビとか ね、 ねそこから写すわけに、あ、まあテレビをあの部屋の風景撮ったらたまたまテレビ映り込んでたっていうのはあるかもしれないですけど ね、 あの岡田監督と藤本コーチがね映ってるんですよ、まあまあ藤本コーチは三塁コーチがね、あれを要するに三塁回ってホームインすべきか止めるか、要するに得点に入るか、ここは待っとけ止まれいう人ですわ、信号機ですね、今それ皆さん 見られてるんですかね、かもしれない ね、 ね YouTube のご覧の方はね、はい、サムネイルですからね、サムネイルに行ったら見れるかもしれない、ということで、同日同時刻に阪神とオリックスの優勝パレードっていうね、うんうん、もう何とも言えないなんていうかな、その感無量いうか、もう生きててよかったいうか、もう阪神とオリックス同日にやっちゃうのよ、そんな一大イベントですよ、100万人動員と言われてますけどね。そうか、まあ、あの三宮とね、と御堂筋とね、神戸と大阪ね、神戸と大阪で、すごい人が動いたんでしょうね、動いてたね、まあ、電車でね、何重にもね、何重にもっていうか何層にもなってたからね、あの僕は一番前で見たわけじゃないですからね、見た場所はどこかと言いますと、はい、大阪御堂筋の淀屋橋小戸辺り、淀屋橋と、もうそれがスタート地点やの、北浜三交差点がなかったなってたような気がしたんで、まあそこ行ったらいいかなってね、もう地下街からシャッと行って小戸辺り目がけて行ったらいいわってね、小戸辺でお手洗い行ってからパレード見に行ったらええわって思ってね、もう決め打ちで行ったんですけど、正面入り口、要するに御堂筋側の入り口はもう封鎖です、そっちからは出入りできない、横からはでき出れたんで、そこからシュッて出てね、まあ、ビル関係者はそこビルに出入りのあるお客様はそっちからっていう感じでね、はい、あの OK でね、でもうオドナ入ったらいきなりあのオドナのクーポン券かな、チケット券、だからまあまあ言うたらオドナの中でまあ商品をね購入していただきたいのね、もうそうやって配れた、なるほど、お客さんがねそうやって御堂筋パレード来て来たら便乗でね、御堂筋パレードじゃねえか、あと優勝パレード、優勝パレード、御堂筋パレードじゃええと思いますよ、ね、でそこに来た、ね、人が少しでも ね、商品をご購入なさるとか、スタバ行くスタバあったっけ、ありますね、三味さんもあったっけ、三味さんあったね、そんな揚げみやんですね、揚げみやんはないですね、そうやってね、まあまあ、少しでも ね活性化されたらいいんじゃないかっていう状態でございましたですよ、そうね、はい、ということで、その大人あたりでも目撃して、うん、目撃というかその決め打ちしていったから、うん、そこがまあスタート地点ほぼほぼ、うん、ほぼそこやってね、うん、上がったら、うん、もうそこにバスも止まってましてね、へー、で、あの大貫拓人さんやったかな、802の DJ さんね、うん、アナウンサーの方が、うん、アナウンサーじゃあのラジオジョッキー、まあ、ラジオジョッキーと言わへんのかな、うん、ラジオパーソナリティかな、うん、の方が司会されてましてね、でもうスピーカーというかそのまま声がガンガンに鮮明に聞こえてて、うん、で、ね、岡田監督の挨拶もありまして、近本さんも挨拶してありましたね、吉村知事も挨拶されてましたよ、本当はね万博の動員と合わせて一緒にやりたかったみたいだからね、まあ、サブタイトルにはまだなってるのかもしれないけどね、
まあまあ、でもまあ関西は盛り上がってるよね、そういう意味ではね、まあ、万博の話題もあり、ね、優勝もあり、うん、ありね、そうなんです、ね、うん、まあ、で隙間から覗けたんで、まあ、一応、うん、音声だけバージョン、それから岡田監督の挨拶動画バージョンは上げてます、概要欄載せてます。もう400回ぐらい見てくれてはるから、まあまあどっかで見つけはったやろね、はい、あの、マミコワールドさんに送ってるからな、まあ、見たくなくてももうもろ見せられてますけどね、スタイフにも上げてます。でね、面白かったのはね、そのうちに決め込んで、大人のとこに上がったと、大人上がったとこで決め込んで、僕は決め打ちで行ってるんやけど、うん、きなり岡田監督が右の方見て、あ、見えてたからね、岡田監督がマイク持って右方面を見ながらね、喋り出すのよ、私事なんですが、あ、こんな声ちゃいません、モノマネしてませんよ、この右前にあったのは、あった言うたんですよ、あるのはじゃなくて、あったのはって言ったんですよ、60年前に6年間小学生生活を過ごした地位なんです、大変光栄ですって言うと、って岡田さんってこの辺の、まあ、大阪の子って知ってたけどね、あ、この辺どっちか、なんかちょっとね、もっと地元というか神戸、なんかね、なんかね、まあ北陽高校は知ってたでしょ、あ、してたのね、うん、北陽やったから、今寛大北陽、まあごめんね、これも間違えたらごめんなさい、ちゃんとウィキペディア見てもらったらいいんですけど、うん、だから、だってあの辺の家ないとね、千葉とか北浜の辺に家がないとね、あそこの小学校って学生でしょ、そうよね、地域というか、その地域だからね、公立高校ならね、大手門とかじゃないでしょ、うん、で、あ、この辺の生まれ、いうか育ち、小学生時代に、あ、だって小学校通うって歩いて通える距離やね、私立やったら、うん、あ、へーってまずそこ思ったのね、うん、で、なんかね、こう聞きながらね、目の前でそのスピーカー越しに聞きながらね、目の前の本人はいるのよ、見えてんのよ、うん、で、あったー言うたからね、うん、と思っとってんやか、で、まあまあ、帰りにね、大人から見てそう戻ってきたらね、ちゃんと小学校跡地らしい石碑があったの、で、スタート地点である大阪市中央区の北浜三交差点は、うん、本当に小学校跡地あったらしいんやけど、うん、なんやこれ、なんて読むねん感じでってね、愛、日曜日の日、はい、小学校、はい、まあ多分跡地やろね、小学校っていう石碑が立っててんけど、あ、横書きでね、書いてあったんけど、なんて読むと思います、愛美、あ、愛美、そうやね、普通に言うたら愛美とか読むやんね、そうやね、で調べました、大阪市立、一律ね、市立愛実小学校、愛実、うん、愛実って読むねって北浜4丁目にあった公立の小学校ね、愛実小学校出身いうことだね、マリコさんの、ね、出身校今ここで発表してもらうんで、ミシアッキーさん、あとでミシさんの小学校発表せんでもいいんですが、卒業した学校と入学した学校ちゃうかもしれませんしね、でも愛実小学校に6年間通ってたんやと思って、ね、そのネタ聞き出して、そのネタをするためにあの動画僕は回したんや思ってね、で、ほんまに愛実小学校がこのアッキーさんの、あ、トヨタミセさんの、ね、この後ろ髪、背中越しにあったからね、おーおーおーって思いながらね、なんか今日はここがスタートで、前回も違うかったんです、市役所前だったんです、2003年か2005年バレーの時はね、はいはい、と思って、でもそれは中島さんオリックスもそこからスタートやから、もうあの市がね決めてね、今日はここからって決めてはったんやろうけど、水戸市バレードはここからね、あのほら11月3日ぐらいもあるでしょ、水戸市の中、ああそうだ、まあ道路規制とかもね、歩行者天国みたいなのあるし ね、 ううね、だから、まあ、区間を決めたんやろうけど、と思ってね、岡田さんってあのたまになんか変わったエピソードとか不思議なこと言い張るやん、だってあのそのバス乗っててもね、横近本さんおってね、近本さんに地下大阪ガスの看板や言うてるんですよ、それは大阪ガス出身であることね、近本さんがね分かってての話やし、あ、大阪ガス社会人野球要するに優勝しはったんですよ、それもね、で大阪ガスって確かにあの本町ぐらいの時に一個向こうであるやん、うん、大阪ガス本社ビルみたいなのあるんでしょ、 あれを見て言うたのかどうか知らんけど、おおほう言ってねそんなこと言うんやっていうのが、まあ、記録上残ってた、あの要するにバスの中にもカメラマン乗ってはったしね、まあまあいろんな映像がね、まあ、生配信されて生放送されてたんやろうけど、おおとか言ってね、岡田さんっぽいでしょ、ぽい、へえ、はい、私事なんですけど、今日なんでこっからスタートするのかなとちょっと考えてたんですけど、この右は60年前にも6年間通った僕の小学校なんだ
今はねビルになってますけどね、ここで6年間小学生生活もね過ごした地なんで、今回こういう形でここからスタートするということは非常に光栄に思うし、感無量の気持ちいっぱいですって語ったんですよ、ね、語った映像僕持ってますよ、で語った時にえって思うわけですよね、思ったことをどうしても言ってる味で伝えたかって、まみこさんに分かってもらいたかったね、そういう場所なんです、ね、縁とかご縁とかストーリーとか好き、好きでしょ、そう ね, ね、あの、海運講談師のことをなんて言うんでしたっけ、英語でよく言ってはりますよ、フォーチューンストーリーテーラーみたいなね、要するにストーリーテーラーですよ、思いましてね、だからこれはどうしてももう言うたって11月23日、今日が28日、ね、5日ほど経ってますけど、これで今まみこさんに言いたくて、ね、そして前回か前々回予言しました、今年は関西の都市なのか、ね、さっき大阪ガスのことも言いましたが、ビッセルさんが優勝しました。ビッセル神戸さんが優勝した、サッカーね、サッカーです、 J1 です、ね、ね、すごいのはね、ビッセルさんのストーリーで言うとね、練習初めての日、要するにクラブが、まあ、ビッセル神戸として立ち上がったのが1995年、その練習初日として設定されてたのがね1月17日やったって、ね、もう地震の日ですよ、すごいなって、そこから29年、だから地震から29年経ったということですね。J リーグとしての初優勝、天皇杯では優勝しはったけどね、何年か前に、すげえなーと思ってね、で三木谷さんも来てはったわ、サッカーのブランドが来てはった、で、まあ、その前々回ぐらいで言うてますけど、結局ヴィッセルさんは神戸三の目で優勝パレードさせてあげんのか、ほんまやねー、ね、3球団同時いわけにいかへんかったからね、まあ言うたら J リーグまだ来週か次もあるからね、まあ、最終節までもし、持ち越されたらそれはもう絶対できへんし、もう一週前にやってたら3球団同時にほんまにできたかで、警備的には、まあ、厳しいやろうけどね、あり得る、まあまあそういうね、すごい、時間差攻撃みたいな感じでね、まあ、その前セレッソさんガンバさんがあかんかったから、みぞしパレードいうことはないけどね、神戸ではもしかしたらね、さすがギーやって僕は思う、個人的に思う、で、ビールかけの映像はありました、見つけときました、なので、概要欄、YouTube 概要欄には貼ってます、ね、だからあビールかけすんねや、サッカーでもね、あとはもうパレードだったでしょ、優勝やからね、優勝したらそれもやっぱり近本さんの会誰かが言ってたと思うねんけど、そのインタビューされてね、やっぱり優勝したらねビールかけとね優勝パレードはね、もうやっぱりたまらんし、またなんやりたいなって思うねんって、って言ってはりました、はい、言ってはったことは言ってはりましたね、僕ビールかけ経験ないですからね、まみこさんはありますか、ないですね、パレードも、パレードはパレード、あの USG でもパレードしてたよね、とか今もしてんのかな、もちろんディズニーさんでもね、あれ見るのはあるけど、うん、あれあれはみこしとかには担いだことある、ないないですね、みこし担いだことはありますよ、天神祭りとかね、ああそう ねギャルみこしとかあるでしょ、ね、うん、あれは船渡御の船に乗ったことある、は船渡御じゃないけど、その船、その天神祭りの時に船に乗ったことはある、あ、じゃあ船から花火を見たことがある、おー、粋ですな、まあ、だから結局そのいわゆるスポンサーとかね、いろんな関係者の関係で乗れたりしますかしね、まあそれはチケット持ってるんかな、船会社はまあね、角度変われば、見るとこ変われば、ね、で祝日やったんで工事中っていうか、工事してはる、ね、職人さんもおってね、ビル そのスタート地点とかのビルのとこからもそのオープニングセレモニーが始まったらね、上の方から見てはりましたよ、ちゃんと休憩してね、もう分かって休憩にしはったんやろね、ああそうかと思ってね、すごい見晴らしのとこから見てはりました、ということで本日の誕生日本日のお誕生日あのマニコさんがお好きだと言われてた方です、今日は、リリコさん、何子さん、リリコさん、あ、リリコさん好きなのね、うん、あ、それ言ってはったことありますね、うんうん、本名マスの秀友さん、マスのさん、1975年11月28日生まれ、日本のお笑いタレント、ナレーター、司会者、脚本家、俳優、作詞家、ある意味脚本家として結構好きや言ってありましたよ、粋なドラマの脚本ね、魔石芸能社所属、妻は夢見ねむさん、最近結婚しはったのかな、言いましょうか、はい、芸名バカリズムさんお誕生日、ハッピーバースデー、おめでとう、
合ってますやろ、うん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 、バカリズムさんのいわゆる息というかおしゃれというか、うんうん、あれ何やったらフラッシュアップやったブラッシュアップやったブラッシュアップなんかあったね、さくらちゃんの主人公のドラマとか、うん、なあのタクシーのやつもあったね、うん、未来タクシーみたいなタクシ ー、そうそうそうタクシー、ね、なんかちょっと人生やり直す系というか ね、タイムマシン系好きかもしれないね、うん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 、バカリズムさんお誕生日でございます、うん、はい、これだけは伝えとかなきゃいけない、はい、ハッピーバースデー、好きですね、あのなんかちょっとしたこのセンスなんだろう、センスですか、うん、ちょっとシュールなとこもありみたいな、ちょっとなんかねちょっとブラックユーモアとは言わないんだけど、ちょっと日本人的発想じゃないようなユーモアみたいな、あのなんでしょうね、斜めから見てないなんとか分からないよ、視点というかちょっと風変わりというか、ね、ちょっと不思議な感覚だけど、うん、ね、まあ、それが私はちょっともうキュッてなるんです、ね、あの面白いと思うんです、ね、心をつかまれましたか、うんうんうん、よかったです。あの最近NHK 杯、フィギュアスケート門までありましてね、うんうんうん、マルコさんの地元かと言っていいかどうか知りませんけど、うんうんうん、発見したことがあります。あら、スケートの銀メダルとか2位やった方ね、うんうん、宇野昌磨君左手、はい、マスカケでした、あ、映って、それが発見です、僕の発見、お誕生日じゃなくて、ね、マスカケ発見、芦田愛菜さん両手マスカケ戦、発見しましてね、はい、発見したんで言うとかなきゃと思って、言うといたらこっちのもんですからね、あのマスカケ、見えたあのなんか手振ってはったんか見えたら、あら、パサッとパシャッとこう斜めに、斜めじゃ横にスパーッと線が入っててね、あ、で右手をあのインタビューじゃなくて、ほら終わった後に得点発表するまでに左手でティッシュかなんか持ってあって、ほうほう、右手で手振ってはったんですよ、テレビカメラの中で、右手は違うから、普通の一般的な手相だったんですけど、そのティッシュを握りしめた左手は、多分演技中かどっかで、さ、演技の終わりぐらいかで見えたかな、パッと一瞬見えたんですけど、そっちはもうバッチリ左手でますから、はい、で、あの誰かが挙げてありました、あの、翔真君の手、両手を、ね、じゃあやっぱり左手マスカケでした、間違いございません、マスカケ研究家ですから、両手マスカケ戦、太鼓お店の豊臣秀吉さんがお届け中、ね、伝説の太鼓お店を現世に切り刻んだ豊臣秀吉さんと、マミコワールドさん、英会話師、マミコワールドさんでお届け中、マミコワールドさんはプライベートレッスンも受付中とのこと、はい、はい、そうです、はい、英語のね、英語。はい、大丈夫ですか、はいはい、で次です、奇跡の スマップ復活は淡く消え去った、タラントこれ先週も言ったかな、タレント中居正広さんが今年の大晦日、普段やった格闘技やってた枠で、WBC の生放送スペシャルをするんで、そっちに出る MC をするということは、紅白は裏かぶりですから、まあ、もう紅白に今日、今回今年、再決勝は、まあ、ないんじゃないかな、で今年はもしかしたらね、スマイルアップの件もあったし、いろんなことがあったんでね、そのハードルを低くしてね、もうみんなが交流、木村君も含めて交流があって、今日は今年こそスマップがこそっとこう、ね、紅白の中で集まったら目玉としてよかったんじゃないかなと思っております。スマイルアップも本当スマップみたいな、ねえ、不思議な、ね、名前、ぽい名前です、ね、はい、そしてまみこさんはご覧になったかどうか分かりませんが、お疲れ生です、あの、縁も竹中直人です、中島みゆきしますも、あの朝日生ビール、うん、動画でしか上がって YouTube でしか上がってないコマーシャル、テレビコマーシャルではない55秒ぐらいの、V が朝日ビールさん、朝日グループ公式チャンネルでお疲れ生ですが上がってます、上がってますんで、またよかったら見てください、はいはい、あの概要欄貼ってます、 YouTube の概要欄も貼ってます、はい、残り4分となりました、はい、ね、今年はね、阪神ネタやると数字が上がるんです、すいません、阪神ネタやってました、阪神ネタやったら300とか400とかいってるからね、びっくりする、なんかあのちょっとテレビのなんかたまたま見てたら、うん、その淀江橋のね、そのオドナかな、その近くにある喫茶店の店主さんが、うんうん、その岡田監督と同級生で、あ、小学校、はい、愛知小学校、はい、おーおーおー、なんですよって言って、おーおーおー、で、まあ、その御堂筋パレードの時にね、やっぱお客さんたくさん来ていただいて、うん、ああ、そら分かってたら行くよね、はい、ウハウハや言って、もう そこでだからその方ももう何十年って喫茶店やられてる、もうだから生まれも育ちもそのあたりいうこと、う、うん、実は同級生 で毎年なんかね、新年会、あ、新年会じゃ同窓会かやってんの、はい、まあ岡田さんも去年一昨年までは一般人じゃないけど解説されてて、ね、あの要するに監督じゃなかったもんね、そうで、まあ、岡田君言うてるんで、あ、それは同級生ね、うん、はい、
とまだ、ね、同級生やから言うて、とても真面目でお勉強のできる方やったら言うて、そう言うてはりましたけどね。パレード直前にね、急にオドナの前にね、うん、横断幕がバカーって出てね、うん、うわーそこ出されたらちょっと見えへんやん、ちょっともうちょっと右行けやって思ってた横断幕があったんですよ。でそれがいわゆるあの同級生、愛知小学校同級生の岡田監督へ の, その日本一おめでとうの横断幕やって、はいはい、もうめっちゃみんなが写真撮って果たしてね、まあ、僕らはその後ろやったからあれですけど、うん、またあの問題はなかったんですけど、うん、そこに出すかぐらいのすごい横断幕で、あの愛知小学校のネタを、まあ、実際その横断幕見てやったのかも、初めから決めてやったのか知らんけど、あものすごい盛り上がってたのから、うんうん、だから同級生が横断幕自分らで手で持ってやってたから、だからまあ同級生の方々もまだねそのあたりで住んではる可能性あるよね、仕事とか住んでる方とか商売されてる方とか、あ全然あるよ、うん、小学校はなくなっても ね、うん、住まいはなくならんでもいいもんね、商店街の店主さんとか、ね、だからその、ね、喫茶店の、ね、方もそういうふうに、うん、全然あると思う、言ってはりましたよ、うん、いやだからあの辺育ちなんやって普通に思ったし、うん、俺はオドなんて決め打ちした時点でこのエピソード聞きたかったんやっていうのと、うんうん、ちょっと岡田監督が映ったから、映ったからとと見れたからね、生秋信がね、生秋信あーって思いながら、あこの話この人は絶対考えてきて、あのインタビューっていうか、あのほら祝辞とえかんちょっとぐらい考えるやんか、事前に言うなら考えてはったやろうな思ってね、うわーと思いました。それがどうしても言いたくて、まる子さんに伝えたくて、リスナーのあなたに伝えたくて、僕はもう高島屋大阪店さんに行かなきゃなんで、この辺でね、お開きにしたいと思います。あと大阪城92歳やねん、あの今日誕生日やねんって先々週ぐらい11月7日ぐらいに言うてて、ね、すごいものを僕は手にしてます。はい、それ以上は言えないですけど、当確証明書なのかな、うん、まあまあ分かんないですけどね、あのご縁って大事よねと思いました。まあ一応ね、阪神も含めてトラフクかと思って一応トラフクって残してますけどね、何言うてんねんですけど、うん、まあでも大阪城もおめでとうございます、阪神タイガースもおめでとうございます、はい、オリックスバファローズもおめでとうございます、ヴィッセル神戸もおめでとうございます、大阪、ね、さんもおめでとうございます、ね、コングラチュレーション、はい、ということで、バカリズムさんもおめでたい日に、はい、そうですね、お時間でございます、マリコアンドさんありがとうございます、はい、Thank you you said to me、 今日はこちらのサムネですね、岡田さんと一緒に映り込んでるみたいになってますけど、ね、おー本当だね、ねえねえ、もう伝えとくよと思いました、はい、それではまたお会いしましょう。 Thank you for listening. See you next time. Congratulations. すごいよね今年は関西ですよ、はい、すごいない、トリプルよ、トリプルです。